皆さんこんにちは、ミレリアの大林です。今回はダンベルで大胸筋を大きくする種目3種類ご紹介させていただきます。まあ、ダンベルだけでとは言いましたけども、できればトレーニング用のベンチに用意していただきたいんですけども、最低限の器具だけでもですね、十分全身を鍛えられますよということで、おすすめの種目をご紹介させていただければと思います。第1種目目はダンベルベンチプレスですね。やっぱり何といってもね、このプレス系の種目でどんどん高重量を扱っていく、重量を伸ばしていくというのが筋肥大の一番の近道ですので、ダンベルしかない場合でもしっかりねダンベルベンチプレスで重量を伸ばしていくというのがおすすめです。トレーニング用のねベンチがこうフラットベンチ、平らなやつだけじゃなくて、インクラインベンチ、こう角度をね調整できるやつであれば、ちょっとね角度を上げてインクラインダンベルベンチプレスやっていただいても全然構いませんので、ご自宅にあるね器具と相談しながらね、いろんなバリエーションを試してみていただければと思います。そして2種目目がダンベルフライですね。まあ、これもプレスと同じくね非常に効果的な種目です。プレスに比べるとよりですね大胸筋を強くストレッチさせることができますので、このストレッチさせる時の刺激というのが特にね筋肥大の効果的な刺激になりますので、こちらもぜひぜひやり込んでいただければと思います。そして最後3種目目なんですけども、こちらがダンベルプルオーバーですね。ちょっと前半の種目なんで、やったことのない方も多いかと思うんですけども、このダンベルプルオーバーですね、まあ大胸筋にこうストレッチの刺激、こうグーッとね、伸ばされる時の刺激が非常に強くかかるので、大胸筋にね、非常に強い負荷がかけられる種目でもあるんですけども、同時に肩周りのね、柔軟性を改善する効果も非常に高い種目なので、怪我の防止、やっぱね、コンディショニングのためにもね、非常におすすめの種目になります。ということで、このダンベルプルオーバーもね、普段の種目に加えていただくのをおすすめしております。まあ、その他にもね、まあ、ダンベル使わないんで、ここではね、あんまり紹介しないですけども、自重のディップスなども非常にいいトレーニングだったりするので、まあ、その辺と合わせてね、ぜひね、ご自宅のトレーニング工夫していただければと思います。今回はですね、ダンベルで大胸筋を大きくする種目、3種目ご紹介させていただきました。ダンベルベンチプレス、ダンベルフライ、ダンベルプルオーバーということでね、ぜひこれらの種目を中心にですね、どんどん重量を伸ばしていって、大胸筋を大きくしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。